フレンドの代表の白石と申します。住んでるところは大見堂というところで、ビジョンセンターで水戸中学の近所に住んでるんです。日用品の買い物で困ってますかっていうことに対してなんですけれども、80歳以上の方になると3割ぐらいの方が、普段の日常生活の買い物でも困ってるっていうことを言われてまして、でこれから先一人暮らしの高齢者の方と夫婦だけで暮らされてる高齢者の方がどんどんこの地域でも増えていくということで、今市の統計見ますとですね、この上小坂小学校区の中の入っておられるのは、この新上小坂住宅だけじゃなくて、もう少しだけ広い範囲の中でこのちっちゃなシステムを回せないかということで考えてまして、大体東上小坂、新上小坂、南上小坂のあたりです。でこのあたり地図で見てみますと、半径500メートル以内に、スーパーがなくてですね、どうも80歳以上の方になると半径500メートル歩くのも大変になってきて、本当に普段の買い物も困られてるみたいなんです。とか、そしてお買い物支援でお店に行った場合に、状態の中でね、介護の方もまだお願いしてなくて、買い物そういった形で買い物支援というのがあるので、でそれでパートに買い物してきてもらってっていうのを。とにかく利用してください。